今日はですねゲストに、川越マスメディアの白井紀之さんをお招きしていきます。白井さんこんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。はい、まずちょっと白井さんの、プロフィールをご紹介皆さんにさせていただきたいと思います。白井さんは大阪出身で川越在住の55歳、仕事はセキュリティエンジニアで、大手会社のセキュリティコンサルタントやセキュリティ製品の構築サポートをなさっています。川越を舞台にした NHK の朝ドラ翼をきっかけに川越の街づくりに興味を持って2015年に ICT で街づくりを目指す NPO 法人川越マスメディアを立ち上げました。現在は副代表理事を務め法人内では技術を担当、ホームページの管理や YouTube 放送局ラジオポテトおよび七子ライブラリー FM でラジポテ縁結びという番組のディレクションを担当されています。最近はなんか個人的には少しずつ断捨離を始めているということで、そんな白井さんなんですけど、白井さん今日はどうぞよろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。はい、はじめましてということですが、実は白井さんと私はですね、すごく長く一緒にお仕事をさせていただいて、いつもお世話になってそうですありがとうございます。川越のね、いろんな活動、地域づくりネットワークというところでいつも白井さんと一緒に活動させていただいていて、実はとてもよく知っている白井さんですが、今日はですね最初にちょっと白井さんのストーリーを皆さんと一緒にお聞きしてみたいなと思っています。白井さんは今お仕事はセキュリティエンジニアということで、本当に全く本当 ICT の方だなと思うんですが、もともと大阪出身でいらして、はい、川越にはお仕事の関係でいらしたんですか？ですね、はい、もう30年ぐらいになるかなと思うんですけども。30年も川越にいらっしゃるんですか？前の会社でですね、最初に与野の方に引っ越しできましてですね、結婚を機に、妻の方が川越、川越在住だ、出身だったので、結婚を機に、川越に、越してきたっていう形ですね。奥様思いなんですね。もともとは何かお好きなこととか、最初からもうパソコンとか ICT とかやりたいっていう感じだったんですか？そうですね、私の時がちょうどやっぱり当時だとマイコンとか言ってた世代、言ってたと思います。マイコン世代、雑誌を見ながらいろいろとベーシックを打ち込んでとか、そういう形でずっとパソコンに初めて触れたっていう形ですね。それがず、高校と大学と、そういう勉強をやってて、でそれがきっかけで、コンピューターの方の世界に興味を持ってっていう形で、そこからずっとコンピューターの方の仕事をしてます。本当にそうですよね。白井さんの世代の方っていうのはパソコンと一緒に育ってきたっていうか、パソコンも一緒に育ってきたっていうか、そういう感じですか？まだインターネットすらまだできてない時代ですから。そうですよね。私もなんか IBM の ThinkPad とかああいうのを壊しては直し壊しては直しで覚えたっていうような記憶が、はい、あるんですけど。そうですね、Mac もなんかずいぶん古い Mac、 大きな何でしたっけ、 G3 とか G4 とかいっぱいなんか通り越して、そうですね、だから、当時はパソコンというかマイコンもまだまだおもちゃ扱いというかですね、何に使えるかっていうのが全く分かってないような時代かなと思いますね。そうですよね。それで、Windows95 でかなり秋葉原でずらーっというなんか人が集まって、 Windows95 って懐かしいですね。そこからようやく2000年代になって、ようやくインターネットが復旧してということなので、俺の方もあれよという間に、なんかこういうふうに当たり前のように SNS を使ったりとか、そうですよね、そういう時代になっちゃったんで、なんか電子決済なんて絶対ありえないって言われてましたもんね。そうですね、昔はもうそろばんを片手にカチャカチャやってましたからね。そうですよね、電話なんかから結構携帯にこう進んでくる過程、私が大学卒業した頃はまだ普通に NTT とかがやってて、まだこんなとてもこういう時代になると思えなかった状態だった時代だったんですが、やっとそういうことが少し将来
そういうことがあるかもしれないって言われ出した時代、うん、で白井さんの時代もまあそんなに近いのかなって思うんですけれども、本当にあの当時はですね、パソコン最初に持った時はですね、あのやっぱりそういうそこの好きな人たちがいて、そうするとなんか部品でこれとこれとこれとか言ってそう、ね、あの組み立ててくれるんですけど、とても自分ではそんなことができないので大変あの苦労した記憶がございます。と、はい、いうことで白井さんはとってもあのそういうマニアというかね、まあ、パソコン大好き人間で、まあ、いらしたわけですよね。で実際にこう川越に来られてからはどんな感じだったんですか。川越の印象とか川越に対してこうどんな感じを思っていかれるようになるんでしょうか。ですね、まあ、はい、あの結婚してからですね、はい、当初は、まあ、はい、何回かちらちらとその蔵の町を歩いたりとかっていうことはあったんですけども、うん、まあ、写真とか撮ったりとかブラブラするぐらいでですね、町づくりっていうところにはそんなに興味はなく、興味というか関わるとは実は思ってなかったんですよね。ただその2011年2年ですかね、うん、あの先ほどご紹介いただいたように、うん、あの NHK の朝ドラ翼の方でですね、うん、あのあれではもう毎日毎日川越のことが、紹介されるというところですね、うん、そこからあ川越ってなんか面白そうな町だなっていうところで、そこで初めて気づいたっていう感じですね。じゃあ10年ぐらい経ってるんですね。そこは10年というかもっと経ってるかな、はい、もっと経ってますねきっとね、はい、で翼を見ていてなんとなくできることがありそうな気がしてきたみたいな感じなんですか。そうですね、でその時にたまたまあの、うん、翼ファンクラブっていうのができましてですね、で翼ファンクラブ、でそこの、今、我々の NPO 法人を代表を務めている寺崎っていうのがですね、うんうん、まあ、その川越市とですね、せっかく毎日川越で、うん、あの毎日毎日川越川越っていうのが朝ドラでやってるんだからなんかそれを、川越の町の活性化に使えない、できないかなっていうところですね、うん、まあ、ファンクラブっていうのを設立いたしまして、うん、でそこから、いろいろと、まあ、動き出し始めたっていう形ですね。うん、まあ、あのこのラジオ局もね、あの真中さん会長さんが、元会長さんがやっぱりその非常にこう翼に影響されて、ね、はい、このラジオポテトをできないかなってずっと思ってたっておっしゃってたけど、はい、やっぱりあの白井さんの団体もそれでこれを立ち上げたっていうことなんですよね。そうですね、うん、当初はそのやっぱりその翼っていうのがコミュニティ FM を、うん、の舞台にいろいろ話をしてたん で、うん、で我々の方もですね、あの今も続いてるラジオポテトっていうの、はい、これ、はい、名前借りてるんですけども、はい、その時にあのミニ FM っていうのが、当時流行ってたので、うん、川越の夏祭り春祭りの時にですね、うん、まあ、なんちゃって FM 局っていうのを立ち上げてですね、まあ、いろいろ遊んで、でその中でですね、うん、あの当時ようやくツイッターが、出始めてた頃なんですけども、そうでしたか、はい、うん、でその頃にあの、まあ、こんなことやるよっていうことをツイッターで宣伝して、そしたら、うん、あのまあ、いろいろあ面白そうだなということで人が集まりだしたっていうところ、うん、まあ、それが結構あの今の川越マスメディアの母体に本当になってる形かなと思います。じゃあ最初からこうラジオ志向だったんですか。そう、まあ、あの、うん、要は、翼っていうのはもうドラマとしては、終わってるので、うん、ただそれをなんとか再放送とか、まあ、あの第2弾を作りたいとか、うん、っていうところでですね、うん、でも終わったドラマをいくらあの繰り返し言っても、うん、あのなかなか響かないので、うん、じゃあそのシンボルティックシンボル的なものとしてですね、うん、あのラジオっていうのを、一つやるのと、まあ、たまたま仲間の中でも結構、うん、昔あの学生時代にラジオをやっていたとかいう人も結構多かったので、うん、あ、じゃあやってみようという形になりましたね、うんうん、はい、ミニ FM は前あそこですよね、あの、蔵の町の、3階の なんていう建物でしたっけ、すごくあの、はい、景色が良くてですね、外を見ると蔵がぐわっと並んでいる、通りですよね、あの蔵造りの通りの建物でしたよね、あそこでやってましたね、そこでやったか、うん、ですね、うん、あの我の方で春祭り夏祭りの時は、はい、あのブースを、川越祭り会館の隣、今自転車置き場になってます、あの自転車の居場になってますけども、レンタル自転車ですね、その横にブースを立ち上げたりとか、そういう形をやってましたね。あ、じゃあそういう形であの放送をしたりとかしてた。そうですね、はい、でこのインターネットラジオっていうのはどうなんですか。ですね、はい、多分これはあのちょうど、東日本大震災が2011年かな、うん、その翼の後ですよね。後ですね、はいはい、でその頃にあのユーストリームっていうのが、うん、はい、あのまあ、ライブ放送としてですね、はい、有名になあの知られる始めになってですね、
まあ、それを使ってですね、うん、なかなかそのミニ FM っていうのは、うん、まあ、規制もやっぱりどうしてもあるのと、まあ、せいぜい、10メートルぐらいしか飛ばないので、なるほど、まあ、なんちゃって F なんですけども、うん、まあ、せっかくやるんだれば、うん、まあ、いろいろと、広げたいなということで、うん、当初は、まあ、ユーストリームで、うん、放送を始めてですね、うん、で、途中から、うん、まあ、その YouTube もどん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 流行りだしてというか、うん、有名になってきてですね、うん、で、YouTube ライブっていうのも、はい、ちょっといつぐらいか、これ 4,5 年前ぐらいから、そうですね、始まったのかな、でそういうところからですね、うん、その頃にはもう YouTube っていうのがすごいもう、うん、みんなにも知られるようになったというところですね。もうすごい変わり方ですよね。そうですね、私もユーストリームライブってやったかなとか、今もユーストリームはライブはやってらっしゃらないんですか。あ、もう、なんか結構いろいろ変わってしまって優勝になったとか、はい、まあ、逆にもうユーストリーム当時もすごい重かったし、うん、今多分ユーストリームといっても誰も知らないんじゃないですかね。もうなんか時代の変化が早すぎる、じゃあそのユーストリームではなく YouTube で、そうですね、ライブというか生放送みたいな感じですよね。はい、それでこうお祭りの時とか、ね、まあ、いろんな発信をなさっていて、はい、現在はあれですよね、お祭りだけじゃなくて毎週やってらっしゃるんですよね。ラジオポテトの方は、毎月の第1土曜日にやっております。はい、第1土曜日、そうですね、はい、あと YouTube を使ってもう一つ取り組みとしましてはですね、はい、川越祭りの山車にですね、はいはい、ライブカメラを載せましてですね、で、川越祭りの時にですね、うん、そこからの景色をですね、うん、これも YouTube の方で流してですね、うんうん、これ結構評判が良くてですね、川越市の人もこれで見てるって言ってましたよ。そうですね、あとは結構その、うん、やっぱり仕事で来れないとか遠く離れちゃった人がですね、うん、まあ、本当に BGM 代わりに流すとですね、うん、田舎にしてちょっと川越祭りの雰囲気が味わえるということで結構、これは好評なんですよ。うん、これって川越市の出汁とかにつけるんですか。どこの出汁についてるんだろう。多いところは川越市の出汁なんですけども、うん、あと野田五町の出汁ですね、はい、これもちょっと面白いあれですけど、野田五町の方がですね、うん、あそこってちょっと川越の中心街から離れてるので、はいはい、出汁が行っちゃうと、神社の方は要は静かになっちゃうんですね。あ、なるほど。で何やってるかっていうのは分かんないんですけども、うん、それをですね、いながらにしてみたいよっていうちょっと問い合わせがありましてですね、うん、で、相談がありまして、でじゃあ、野田五町の出汁に載せてみましょうというところですね。そうすると田舎にしてですね、今うちの出汁はここにいるなとかっていうのがリアルタイムで分かりますし、うん、で町の雰囲気とか音も流れますので、うん、まあ、より留守番してる人も、ま、祭りを楽しめる。そうですね、それは何を載せてるんですか。携帯とか載せてるの、スマホとか。ですね、うん、パソコンを、出汁に積んでまして、パソコンを積んでて、はい、そこからなんていうか位置情報とかが取れるみたいな。ですね、そこからもう普通に、ウェブカメラを出汁に搭載しまして、うん、で、そこから、パソコンに取り込んで、あとはもう普通の YouTube のライブ方に載せてるって形ですね。あ、じゃあ皆さん出汁に載ってる気分を味わえるっていうか。そうですね、なかなか、実際に出汁に載っての目線っていうのは、うん、やっぱ普通の人は見れないので、うん、まあ、そういったところも面白みとしてあるのかなと思います。うん、じゃあそこにカメラがついてるわけですね。そうですね、にカメラとなんかマイクというか、マイクもついてますね。あ、はい、あ、なるほど。なんか前お聞きしたのはなんか位置情報みたいなものもパソコンの位置も、はい、あ、ごめんなさい、出汁の位置が分かるっていうような話を聞いたような気がするんですけど、はい、 あれはちょっとまた別の、団体というか、ところがやっておられましてですね、はい、いや本当になんか ICT を駆使してるっていうか、本当に白井さんらしい活動で街づくりをされてるところが本当に素晴らしいなというふうに思っています。はい、それで、まあ、あとなんかあれですよね、ウェブのマガジンじゃないけどなんかそういう記事なんかもたくさん出されてますよね。はい、そうですね、はい、川越マスメディアのホームページ、はい、https、はい、小江戸 .info っていう、はい、まあ、川越マスメディアで検索したら多分すぐ出てくると思いますけども、はいはい、そちらの方でですね、まあ、川越の出来事とか、うん、人とか、うん、まあ、あと食べ物とかですね、うん、そういったものを取材してですね、うん、で、それをだいたい週1回から、まあ、2週間に1回ぐらいのペースでですね、載せて川越の情報を発信しているという形ですね。
これ結構もうあのなんていうか人とかたくさんこう登録してるんですか。そうですね、あ、まあ、登録というか、まあ、ページビューで、うん、結構いっぱいいろんな方が見てますね。はい、それはすごいですよね。やっぱりそういったふうになっていくとメディアとしてすごい力が、ね、やっぱりこう、そうですね、うん、そうすると設立して今何年ぐらい、2015年なので、7年目になるかなと思います。うん、あ、そうですか。じゃあすごい怒涛の7年だったんですね。なんかすごいいろいろ活動されて、はい、こう活動の幅が広がったっていうことですね。そうですね、まあ、本当に手探りというか、うん、まあ、メディアというか、まあ、ICT を使って何ができるかなっていうのを本当に試行錯誤してる形ですね。うん、だからそこで YouTube やってみたりとか、うん、ホームページやってみたりとか、うん、っていうところですね。だから本当に、うん、日々走りながら、あるいはそのご相談を受けたら、まあ、こういったことができますよという形ですね。うん、本当に、いろんな取り組みっていうのをやってる形です。なんかこうビジネス的なこととかコンサルみたいのもやってるんですか。ビジネスコンサルというよりは、まあ、よく川越市からは相談とかは受けたりしますね。はいはい、自治体のこうと ICT でこう、そうですね、街づくりを手伝うみたいな、そういった意味では、まあ、自治体になかなかそういう詳しい方がね、はい、いるかもしれないけど3年で部署変わっちゃったりする中で、そうですね、白井さんたちのこの団体はとてもその、なんていうか力になるというか、そうですね、そういうことなんでしょうかね。はい、その、まあ、一例としてはですね、はい、クラビトファンディングっていう、はい、クラウドファンディング、まあ、皆さんご存知のように、インターネットを使ってですね、うん、例えばこういった、商品を立ち上げたいとか、はい、こういった取り組みをこういうイベントをやりたいっていう時にですね、はい、お金を募ってっていう仕組みっていうのがあるんですけども、うん、まあ、それをですね川越市の方で、まあ、町の活性化に関するような、うん、クラウドファンディングを応援しようっていうサイトを作ろうっていうのが、うん、3年4年ぐらい前に、まあ、話がありましてですね、うん、それの方の、関しても我々の方にご相談いただいてですね、うん、じゃあでどういったものを作ったらいいかなというところですね、うん、サイトを立ち上げたっていう形ですね。だいたい、今14件ぐらい、相談を受けまして、うん、12件ぐらいは達成しているという形でかなりヒット率が高い。12件どんなものがあるんですか。例えば、ですね、はい、最初にやったのがですね、うん、川越の里山イニシチアブ、はい、イニシチアチブというところがですね、はい、増田さん、ね、ここにも出ていただきました。はい、はいはい、あちらの方がですね、あそこは有機農法をやってるんですけども、はい、有機農法をするためには水管理が、田んぼの水の高さをちゃんと管理しないとダメなんですけども、そのためには当然水が必要ですと、うん、で、それを結構水の管理って大変なんですけども、うん、そこをですね、じゃあ井戸を作ってですね、うん、でそれで水管理ができるようにしたいというところですね、うんうん、当然ながら井戸を掘るにはお金がかかるので、うん、まあ、そういったところでですね、うん、そのクラウドファンディングで、70万ぐらい募ってですね、うんうん、で、集めて達成して、うんうん、で昔ながらの上総掘りって言って本当に手掘りのですね、井戸で掘って水が出たとか、そういうのもすごい、はい、あ、そうなんですか。それはなんか感動的な話ですね。そうですね、すごい、我の方も本当に80歳ぐらいの本当に方が3人ぐらいで井戸を掘ってっていうのを私も毎日取材してたんですけども、だからなんかすごい感動がありますね。このなんかこうビジネスでは味わえない感動っていうのかな、そのもちろん ICT とかものすごいこの最先端のことをやってるんだけど、なかなかこれがソフトっていうか非常にこの、ね、はい、いろんな、ね、こう実際に人と関わっていく部分もかなりありそうで、そこがなんか面白そうですね。そうですね、まあ、我々の方は ICT はあくまでツールであってですね、うん、こういうふうに何かをやりたいっていう時に、うん、こういうふうにこういうツールを使えば、うん、こういうふうな発信ができるとか、うん、そういったところを見てるだけなので、うん、はい、なるほど、ありがとうございます。なんかこの妖怪、街歩きのお話をしていただきたいと思ってます。はい、川越にはね古くから、数多くの民話や伝説があって、また歴史に根ざした妖怪たちや新参の妖怪たち、ね、身近な存在としてまあ、ありますっていうことなんですけれども、百周記念事業としてねこれをまあ始めることにしたということなんですが、白井さんこの辺のどうして始めたのかなとかいろんなこの経緯を教えていただきたいんですけど、はい、はい、
まあ、先ほどのあの川越マスメンの方ですね、はい、まあ、ホームページの方で、まあ、川越の歴史とか、まあ、そういったところも取材してたんですけども、はい、まあ、その中ではやっぱりその川越の、妖怪伝説とか、民話とか、はい、そういったところもやっぱり取り上げてたりして、うん、するんですよね。人気ありますよね。なんかそうですね、川越シルバー人材さんも、うん、夏になると定期的に、うん、妖怪ツアーとかやってますし、ね、うん、であとテレビとかでも先ほどゲゲゲの鬼太郎、私の世代だと、まあ、こういったゲゲの鬼太郎とか、うん、最近でも妖怪ウォッチとか、うん、まあ、いろいろ定期的にですね、妖怪をテーマにしたですね、漫画とか、うん、アニメっていうのは出てくるかなと思います。はい、まあ、ちょっとこの川越妖怪スポットってどんなところが例えばあるんですか。はい、まあ、有名なところですとですね、はい、私霞ヶ関のところに住んでるんですけども、はい、あちらの方にはお伊勢塚公園のところにですね、はい、カッパ伝説っていうのがありましてですね、はいはい、3匹のカッパが、お伊勢前に行ったと、はい、で、非常になんか羽振りのよく、お金を払ってるんだけども、はい、なんかそれが実は谷氏の確か北方だった、ね、だったということで怒られて、もうこんなことは二度としませんっていうような形でっていうようなそういった伝説っていうのが伝わってたりとか、はい、あとは小畔川かな、はい、のところでは大だらぼっちとか、はいはい、まあ、本当に上げていくといくらでも出てきますし、うん、あと有名なところでは、うん、川越の七不思議だとか、うんうん、北井の七不思議ですね、うん、境内では鈴を鳴らしてはいけないよと、うん、そうすると、まあ、蛇が出てきてしまうとか、うん、まあ、結構いろいろな、伝説というのがもう、中心街それからもう、うん、郊外行くと本当にたくさん、まあ、伝わってるという形ですね。本当にたくさんありますよね。はい、まあ、ちょっとすぐなんですけどそのカッパの伊勢参り実は私も、はい、曲を作ってこれはちょっと歌ってくれた宮ヶ原さんがちょっと色っぽい女性のカッパになっちゃったんでちょっと歌がちょっとそんな感じなんですけどじゃあちょっとそれを聞いてもらってそれでお話を続けましょう。いただいたんですけどこれが妖怪だっていうことなんですね。まあ、カッパも昔から天狗とか、うん、カッパとか狐なんかはもう昔から、うん、慣れ親しみられてる、うん、まあ、妖怪かなと思いますね。うん、はい、そうか白井さんはそこの妖怪っていうところがすごく面白いって思われたんですよね。そうですね、はい、うん、私もこのなんですか、アマビエでしたっけ、はい、今回ねそのコロナの時に改めてその妖怪っていうのは悪を退治する逆にねなんかその妖怪を持って妖怪を退治するじゃないけど、ちょっとそういう非常におめでたいというか明るい要素があるのかなって思ったんですけど、そうですね、はい、そうですね、割と昔からも身近にいるっていうのと、うん、まあ、妖怪ってまあ怖いのもいるんですけども結構憎めないやつというかですね、うん、なんか愛嬌のやるやつもいるし、うん、で結構この妖怪の話をするとやっぱり、うん、老若男女問わずですね、うん、面白いねとか、うん、いう話なので、まあ妖怪が嫌がるっていう人はまずいないのかなっていう感じですね。そうですね、はい、私高西寺っていうところのお寺があるんですけどそこものしゃぶきババアっていうのがいて、あ、これ私それを妖怪と思ったことがなかったんですけど、あ、そうか今の言葉にするとそういう言葉なんだなと思って、そうですね、はい、
だからそのでたまたまその白井さんとの出会いの中でその前の柿沼博さんっていう方の詩にいろいろその曲をつけさせてもらってた時に、私は自分は妖怪の曲だと思ってなかったんですけど白井さんに言わせるとこれは妖怪の、ね、その中にこう使えるんじゃないかっていうところで、ね、うん、じゃあそれはどういう企画なのって聞いたら、その川越妖怪町歩きというのをなさるということで、はい、ね、妖怪を探して町を巡って、次の100年に向けて伝統に隠された歴史と町の魅力を伝えていきたいということなんですよね。そうですね、はい、じゃあこの企画についてちょっと説明を少し日時とか場所その他いろいろお話ししていただけますか。はい、はい、ですね、はい、日時はですね、はい、ゴールデンウィークの始まった、4月の30日、はい、土曜日ですね、はい、10時から、16時、はい、で拠点がですね、はい、連携寺の、通りにありますですね、はい、辰門殿通りの通りにあります、はい、旅籠小江戸屋、はい、こちらの方の拠点にですね、はい、妖怪ツアーというのをやります。実は昨年もですね、はい、妖怪ツアーというか妖怪がいろいろ集まってですね、パフォーマンスとかして結構、まあ、評判も良、かった、ものなんですけども、今年はまあ100周年記念ということです、はい、川越市政100周年ということですね、はい、それに、伴ってですね、はい、せっかく川越にもいろいろ伝説があるので、まあ、それをいろいろ掘り起こして、まあ、コンテンツと使ってですね、で、川越のあちこちにいる妖怪を探して歩くような、そういった、ものをやってですね、次の100年に向けてなんかできないかなっていう形ですね。この妖怪を探して歩くってどんな風に探して歩くんですか。はい、はい、ですね、はい、実は今回4つの楽しみ方がありましてですね、はい、1つ、ありますのがですね、妖怪のですね、我の仲間にですね、iPhone のアプリでですね、妖怪コレクションっていうのを開発した、人がいましてですね、妖怪コレクション、はい、ポケモンゲットみたいな形ですね。あ、ポケモンの感じですね。その場所に行くとですね、それまでは地図の方にですね、火の玉が表示されてるんですけども、うん、その場所に行くと、妖怪を捕まえられてですね、うん、巻物というかカタログ、パソコン、すみません、スマホの中の、うん、iPhone の中のところにですね、妖怪を捕まえて、うん、ゲットすると、集めることができるという形ですね。まあ、これは探さなきゃいけないんですね。こう、そうですね、それで自然的に街歩きができるという形ですね、はい、でそこにはですね、いわゆる川越の、伝統的な妖怪も、はい、配置してありますし、うん、で今回、新しい取り組みとしましてはですね、うん、お店ごとにですね、うん、オリジナルの妖怪っていうのを、配置しましてですね、それどういうことなんですか。例えばですね、うん、マハエさんであればですね、うん、商工会議所の前にある沖縄物産のところではですね、はい、あそこは沖縄物産なので、まあ、シーサー、はい、それからシーサー、はい、あそこバナナジュースが有名なので、はい、それを、組み合わせたバナナシーサーという、オリジナル妖怪を作りましてですね、バナナジーサー妖怪そうなんですね、はい、そういうのを探すとかですね、あと同じ通りで川越タルトさんもありますけども、タルトさん、はいはい、そこの、妖怪を作ったりとかですね。そこはなんていう妖怪なんですか。ね、川越ルトかなっていう妖怪、川越ルト、はい、タルトのルト、そうですね、いう妖怪とか、最終的に、今はだいたい5、6体作ってありましてですね、うん、この事業が、4月、7月、10月と3回やる予定なんですけども、うん、その3回に分けてですね、15体、まあ、作れればいいかなと思ってます。すごいですね。こう体15体って言ってもこうリアルに作るっていう感じじゃなくて、はい、このなんていうんですか、キャラクターを作るみたいな感じなんですか。そうですね、イラストでですね、はい、そういった、妖怪を作るっていう形ですね。まあ、イラストだったら後でこう、ね、こう展示したりとかもできますよね。ウェブの中だけじゃなくてもね、はいはい、そういうのなさる方もいらっしゃるっていうことなんですか。そうですね、絵師の方、結構有名な絵師の方に、お願いして、はい、絵師、絵を描くんですね。妖怪の絵を描く方、そうですね、はい、じゃあ普通のイラストとは違うんですか。ちょっとそうですね、やっぱりその、うん、驚しいって言われるんですけども、うん、ちょっとした、妖怪の絵を、描く形ですね、はい、ちょっと古いというかそういう、ああ、なるほど、
じゃあ結構予算とかもでもかかりそうですけど、ね、今回100周年ということで、はい、でもお店の方楽しいというか喜ばれるでしょう ね、 そうですね、きっとそういう企画をね、こう一緒にやってみるっていうことはね、はい、まあ、そこで、やっぱりうちの店にはこんな妖怪がいるんだよということですね、ということで話題作りもなったらいいですし、まあ、将来的にはですね、その妖怪をモチーフにしたその例えば商品を作ったりとか、そうですよね、メニューが作られたらいいかなっていうふうにちょっと考えてますね。私もぜひ曲とか書きてみたいけど、はい、なんかおかしいですね、とってもね、へ、はい、それで次はどうなんですか、はい、一応4つの楽しみ方としてですね、はいはい、その妖怪を、まあ、5つ見つけましてですね、うん、街を巡るスタンプラリー、これは旗子小枝さん、それから辰門前通り、大正ロマン通り、うん、それから、時の鐘、うん、それから、祭り会館とかぐるっと回る、まあ、いわゆる川越の観光地というか、有名ところを回ってですね、5つスタンプ集めたら、ガラガラができて、うん、まあ、ちょっとした景品がもらえるという形ですね。あ、じゃあどこにあるかは分からないんだ。そう、場所はスタンプラリーなので、うん、5箇所、分かります、場所はですね、誠屋さん、うん、それから先ほど言った川越タルト、はい、それから、真早さん、はい、それからちょっと裏通りになるんですけども、うん、山崎家別邸のある通りにですね、うん、グリーンコーヒーさんというのがあるんです、はい、そちらの方の東洋ビルのところに、それからあと祭り会館と5箇所に、スタンプ配置で、そこには妖怪さんも当日4月30日には立ってますので、まあ、妖怪さんにスタンプを押してもらうというような形ですね、楽しめると。妖怪にスタンプをしてもらって、そこでなんかその、はい、ウォッチじゃないですけど、はい、何その、妖怪を捕まえるというか、はい、そのアプリとまたスタンプラリーはまたスタンプラリーで別ですので、どちらでも妖怪コレクションの方は iPhone、うんのみの対応ですので、うん、まあそれだけだとちょっと私アンドロイド持ってるとかパソコン持ってない、あ、ごめんなさい、スマホ持ってないよっていう人もですね、楽しめるようにスタンプラリーという形で、まあ、デジタルとアナログを組み合わせるという形をとってます。じゃあコレクションの方のその場所っていうのもここは分かるんですか、はい、例えばそのポケモンみたいに、はい、その iPhone のアプリを持ってれば分かりますね、うん、分かるんですね、はい、じゃあそういう探す楽しみとか、そうですね、そういうのもある、はい、まあ、探しながら街を、歩けるという形ですね、はいはい、それからですね、はいはい、ガイド付きのツアーっていうのも、3回ガイド付きツアー、はいはい、10時半それから12時半14時半の3回予定しておりましてですね、10時半12時半2時半ですね、はいはい、でこちらこれはどんなこと、はい、これはですね、こちらのラジオ川越でですね、うん、夢見る図書館っていう、番組を持たれてですね、うん、川越の建物っていう、はい、本を出版された神谷さんと、よく知ってます、はい、ご存知か、はい、あと松本さん、はい、松本恵子さんが、はい、ガイドになりましてですね、はい、先ほどのスタンプラリーのコースを、はい、説明を受けながら、回るという形ですね。楽しそうですね、なかなかね、はい、じゃあその建物の説明なんかもお話も聞けたりするっていうことなんですか。そうですね、ただ、うん、神谷さんに話されるとですね、うん、時間がいくらってたまらないので、はい、ほどほどにしておいてねとは言ってありますけども、あ、はい、あ、でもいろいろな方がねコラボして、そうですね、はい、川越の町の楽しさをねこうお伝えしてくださるっていうのはいいですよね、はいはい、あともう一つ、はい、ちょっと新しい取り組みとしてはですね、はい、SNS でですね、 SNS、はいはい、インスタバケっていう、まあ、ハッシュタグをつけていただいてですね、うん、ここはいかにも妖怪が出そうなとことか、うん、妖怪のコスプレするとなんか映えるようなところっていうのがあればですね、うんうん、そこはハッシュタグをつけていただいてですね、うん、インスタバケっていうのをつけていただいて、うん、まあ、発信していただくと、うん、そうするとこのインスタバケっていうハッシュタグを見つけるとですね、うん、また川越の新たな魅力ですね、普段の観光地とはまた違った場所が、うん、当然上がってきますので、どんなとこが上がるんですかねそこはちょっとわからないんですけどもインスタ化けするところ、そうですね、はい、ちょっとやっぱり不思議な感じを感じるとか、その、うん、いわゆるパワースポット的なところとか、例えば大きな木の下とか、うん、そういったところですとやっぱり感じるのかなと思いますけども、はい、そこはやっぱりどんなとこ見つかるかっていうのは逆に楽しみかなと思ってます。へえ、面白そうですね、はい、なんかインスタ化け誰が考えたんですか、そんな
でもとっても川越らしいのかなと思いますけどね。そうですね、はい、コスプレとかで来られる方もいるんですか、はい、その妖怪の。そうですね、はい、当日ですね、はい、外遊記ゲットっていうですね、はい、川越舞台にしたヒーローがいるんですけども、はい、そちらの方に登場している、カッパの小次郎とかですね、はい、あと 赤鬼だったかな、はい、3体ぐらい、機体とかですね、あと先ほどのツアーの方とか、それからスタンプラリーの、スタンプの置いてあるところにも、まあ、5体、はい、それぞれ妖怪もいますし、だいたいですね、はい、今聞いてる話で30体ぐらい、なんかその妖怪が当日うろうろする、妖怪が出る、はい、怖い、面白い、はい、こちらの方でブルーミングサタデーも、っていう番組やられてました大野ひろみさんもですね、はい、実はツアーの方に参加されましてですね、彼女もですね、実は私も知らされてないんですけども、うん、ちょっと妖怪の格好をすると聞いてますので、ちょっとどんな格好するかみんなすごいな、はい、ね、よく着物とかね、そうですね、よく聞きますけど、ついに妖怪までコスプレが出てきて、皆さん腰を抜かさないようにそうですね、まあ、昼間ですからね、楽しく、はい、回れるのかなって思いますね。いろいろ本格的な、はい、妖怪もいますし、はい、いわゆるカジュアル的なちょっと、はい、妖怪でもちょっとそういう、はい、なんていうかな、はい、和服を着てちょっと尻尾とか耳をつけても、うん、それでも妖怪っぽくなるじゃないですか、うん、割と妖怪ってカジュアルに参加できるのかなっていう気がしますね。着物よりも簡単に参加できるかも。着物を着てですね、うんうん、着物着てね、はい、ちょっとこうなんかつけるとか、そうですね、着物を着てちょっと、うん、まあ、極論言ったらこの三角のマイクをつけても妖怪になりますしね妖怪じゃない、まあ、幽霊ですけど。いやー、でもなんかね、だんだん年齢が上がってくるとね、なんか冗談じゃない感じもシャレにならないですシャレにならないですけどね、本当にね。でもね、皆さん楽しくこう、そうですね、それを一つのね、はい、話題にして川越の街を盛り上げていただけたら素敵かなと思いますけど、はいすね、はい、なんかこれ申し込んだりとかするんですか。ですね、特にツアーの方も、当日、10時12日、うん、14時にですね、整理券を配りますので、うん、まあ、当日来ていただければ、いわゆる事前申し込み申し込みというのは特に不要です。あ、はい、じゃあ当日何人来るかわからないじゃないですか。一応ですね、はいはい、街歩きに関しましては、うん、店員が、それぞれの会で15、6人考えてますので、うん、はい、じゃあそんなにたくさんの人と歩くわけじゃないから、ね、まあ、はい、コロナの中でも楽しく安全に、そうですね、はいはい、であとちょっとこわごわ歩くみたいな、はい、であとスタンプラリーの台紙は都度受付の方に、来ていただければ配布いたしますので、まあ、それを思ってですね、うん、自由に、回っていただくという形ですので、はい、じゃあある程度サプライズっていうか、この日に川越に観光に来られた方が急遽参加するなんてこともあり得るわけですよね、はい、スタンプラリーに関してはもう自由に、受付にして来ていただければ自由に参加できますので、はい、素晴らしいですね。なんかこの企画はあれですね、1回だけじゃなくて続いていくといいのかなと思いますけど、そういう企画もあるようですね、はいはい、やっぱりとりあえず今年は7月、うん、それから10月と5月、7月、4月、あ、4月、ごめんなさい、4月30日と、はい、でか7月も多分ちょっとまだ確定してないんですけど、はい、多分末ぐらいになるかなと思います、はい、あと10月ですね、10月も多分末を予定してますけども、祭りが終わった頃、そうですね、はい、ちょっと祭りの前やってもみんな浮き足立ちそうですよね、なってるので、まあ、祭りがあってちょっと人行き着いた頃に、まあ、ちょうど10月末ですと今度ハロウィンもありますので、ハロウィンだちょうど、まあ、そういったところもあるので、そうですよね、まあ、そういったところでも盛り上がりやすいのかなと思ってます。本当に例えば私小さい頃に、ね、東明寺の近くに住んでまして、川越野戦のね、話とかよく昔親からなんか肝試しとかがお墓であったよとかいう話を聞いてましたから、そういう歴史はきっとあるんでしょうね。そうですね、だからまあ妖怪だけではなくて、そういった伝説っていうのも、やっぱちょっと怖いっていうのも結構人って好きじゃないですか、まあ、ホラーとかもそういうのは好きな人もいますけども、そういった昔の話っていうのも、そういったところからですね、逆に川越の歴史に興味を持つっていうのも非常にいいのかなっていうのと、まあ、そこが逆に我々の狙いで、妖怪をキーワードにしてですね、はい、この町にここにはこういった伝説があるんだねとかいうところとかで、うんうん、あるいは先ほどのインスタバケでですね、インスタバケ、川越にこんな面白そうな場所があるんだなっていうところを気づいてもらえれば、はい、また川越の新たな魅力が
まあ、発掘できるのかなっていうところで、うん、まあ、この川越100周年ってレガシー、はい、今後、どん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 川越のいろんなものを残していこうっていう、はい、まあ、ところがもともと肝、はい、考えにあるので、うん、そういったところでは、妖怪をコンテンツを使ってですね、うん、川越の魅力を発見するあなんかきっかけになればいいかなと思ってます、うん、そうですね、はいはい、じゃあもう一曲ちょっとその川越の、妖怪に基づいて作った歌からお聴きいただきたいと思います。
でしょうか。白井紀之さんの素敵なお話をたくさん伺ってまいりました。じゃあ白井さん、最後に何かちょっとお伝えしたいことがありましたら、はい、ぜひお願いします。まず、イベントの方を改めて、ご紹介いたします。川越妖怪街歩きですけども、日付はですね、2020年の4月30日、10時から、はい、旗小屋小江戸屋さんを、拠点に、いろいろ、拠点に、行っておきます。で、あと、我々の活動といたしましてはですね、まあ、今後妖怪を使ったですね、ちょっといろいろな、イベントっていうとか、取り組みってやっていきたいと思いますの で、 で、まあ、そのあたりの情報発信はですね、先ほど の、 あのイベントもそうですけども、はい、川越マスメディアのホームページの方で、はい、発信してできますので、はい、https://koedo.info あるいは川越マスメディアで検索すればすぐ出てくると思いますので、はい、ぜひ検索して、我々の活動をちょっと覗いてみてください。はい、今日はありがとうございました。とてもあの白井さんのね、熱いお話を楽しくあの伺って、あの前で、あ、白井さん改めてこんな風にすごくあの街づくりにエネルギーを持ってる方なんだっていうのを改めてあの感じました。私と白井さんはあのまた別にね、あの小江戸地域づくりネットワークっていうところであの一緒に活動していて、そこではさまざまなこの、ね、NPO とか市民団体とかそういう活動をしているところをあの取材して動画にしてるんですけど、その動画もね、あの白井さんと一緒に、はい、私はインタビューの方なので白井さんに一生懸命動画作ってもらって、意外とね、あれもオンラインとかでね、あのあっでお聞きするのもいいけど、あのこうなんていうんですかね、特にミーティングなどをやった時にはすごく深い話ができていいなと思いました。先ほどの、こういったも、インタビューの方はですね、はい、あの川越市のですね、はい、あの公式チャンネルの方の YouTube 見ていただくと、はい、あの出てますので、はい、ぜひ見ていただければと思います。そうですね、去年 9団体ぐらいですか、8団体とかやりましたよね。本当にあの川越市もね、なかなかそういったこう ICT にだんだん理解が出てきてこうやりやすくなりましたね。はい、はい、ということで、あの白井さんの活動これからも楽しみにしています。はい、今日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。